ITIP プラットフォーム経路素の解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではバーチャルインプットの設定について解説します。バーチャルインプットとは内部ソースをクロスポイントにアサインする機能です。内部ソースには FX インプット、スティル、ラムレコーダー、クリッププレイヤー、カラーマットがあります。今回はラムレコーダー1をクロスポイントボタンに設定してみます。それでは早速やっていきましょう。この作業は Keros Creator を使用します。まずホーム画面をご覧ください。画面左上のミキサーからシーンを選択します。パラメータービューパネルでレイヤーセッティングの中のソースオプションの鉛筆シンボルをクリックします。新しいウィンドウが開き、画面下段のクロスポイントボタンにアサインされているソースが編集できるようになります。ソースの追加はプラスボタンを押し、新しく開いたウィンドウで設定します。ウィンドウ左側にソースの種類がアイコンで表示されていますので、ラムレコーダーを選択。右側に表示されたラムレコーダー1を選択し、 OK をクリックします。表示されているウィンドウも OK で閉じます。これでクロスポイントへのアサインができました。不要になったソースはマイナスボタンを押して消します。ウィンドウのソースはクロスポイントボタンと対応して並んでいます。配列の変更は移動したいボタンを選択し、画面上のムーブアップ、ムーブダウンで行います。このようにしてボタン配列をカスタマイズすることで、お客様に合わせた使いやすいコントロールパネルを作ることができます。パナソニック。